こんにちは。ジャーマンアイリス通信販売花坂 G ネット店主の清水です。今日は5月6日です。畑ではこのような矢車草にミツバチが寄ってきています。最近はミツバチは少なくなったというふうにニュース等で聞きますが、ようやくこちらの方でもミツバチの姿が見えるようになってきました。はい、こちらの方でジャーマンアイリスが咲いています。はい、こちら昨日つぼみだったダスキーダンサーが咲きました。こちらは濃い紫でヒゲも紫ですね。花も大きめです。はい、こちらの方でも濃い、また別な種類の濃い紫の花が咲こうとしています。はい、こちらは昔懐かしいような古いタイプのジャーマンアイリスです。はい、こちらの方もとてもヒゲがオレンジで濃く、花はピンクというか肌色っぽいような感じです。こちらも商品一覧に出てる肌色ヒゲオレンジですね。はい、古いタイプなのですが名前をちょっと記憶にないので、肌色ヒゲオレンジという名前につけています。はい、こちらの方は古い品種の花の畑です。こちらデコルタージュというスマートなジャーマンアイリスですけど、こちら葉っぱはミニのように小さいです。こちらハウスの前のジャーマンアイリスも咲きました。こちらは商品一覧にも出てる薄い黄色のジャーマンアイリス、ジャーマンアイリスです。大きめの、こちらも古いタイプのものです。はい、こちら高崎ジャーマンアイリス園ですが、今年はやっぱり1週間ぐらい花の咲くのが遅いんですが、徐々にやっぱり咲いてきました。これからいろいろなつぼみが咲いてくると思います。はい、こちらはビクトリアフォールズです。はい、青系の花でヒゲが真っ白ですね。ビクトリアフォールズです。はい、こちらも咲きました。マリポカサスカイズですね。こちら上が薄い水色に下が紫というような配色です。はい、新幹線が今通りましたが、こちら高崎ジャーマンアイリス園は上越新幹線のすぐ横にあります。はい、こちらは未生の花です。白と紫のプリカータとなっています。はい、こちら昨日から咲き出しました。とても変わった感じの色合いでとても綺麗です。ちょっと名前が出てこないのですが、こんな感じですね。花はちょっと小さめですね。はい、とても綺麗な花です。はい、こちらは昨日も咲いていたリンゴですね。はい、こちらは水色のジャーマンアイリスです。花は少し大きめですね。ヒゲは白です。こちら数がかなり増えています。ジャーマンアイリスの場合、こちらの株元が紫色っぽくなっている品種もあります。こちらは そのように株元が紫ですね。はい、これからどんどん咲くと思います。
黄色のジャーマンアイリスが咲こうとしています。こちらの方で一つ咲いているのが黄色ですね。はい、こちら紫系のジャーマンアイリスです。はい、下の方が縞になっているでしょうか。はい、大きさはこんな感じです。はい、こちら咲きそうです。はい、毎年早咲きのベンガルタイガーがようやく咲き出しました。こちらの方は5月の初めにいつも咲いているのですが、今年は5月6日に咲きました。はい、こちらの方にも咲いています。なかなか綺麗な黄色です。はい、まだブラタントが咲いています。はい、こちら薄いワイン色といいますか、このような花が咲いています。はい、こちらもホーンが伸びています。上が水色で下が紫ですね。先ほどのマリポカサスカイズに似たような配色です。はい、こちらは薄いオレンジの花が咲こうとしています。はい、ゴルイモはあと 2つですね、花が。はい、こちらはドライブミーワイルドだと思います。はい、下の花弁の濃い紫に白の縞が引き立ちます。はい、こちら商品一覧にも出ているワナシーです。上が白というか薄いピンクですね。で、下がサーモンピンク。はい、ワナシーです。なかなか綺麗な配色です。こちらはラストラーフですね。優雅な感じで咲いています。フリルが多いですね。はい、上の上弁の縁が淡い黄色になっていて、花弁の方は縁が薄い紫になっています。なかなかいい花です。はい、こちらは上が白で下がからし色、ツアーデフランスという花がありましたが、それに似ていますね。はい、こちらも上が薄紫、下がまあ紫ですね。はい、はい、こんなところですね。今日咲いてる花はこんなところです。あとは先日から撮ってるデビルベイビーミニ品種ですね。小さめの品種です。手のひらの高さもないですね。はい、あとペニシンズスミス、こちらもミニ系で咲いています。あと商品一覧にも出てるアルティメットですね。アルティメットが咲いています。こちらも小さいです。こちら何か変わった色の花が咲きそうです。はい、モビリービジョンですね。草丈はミドル系ですね。はい、あとこちらの方でフォーゲットインファイヤーが咲きました。こちらも草丈は低めですね。ミドル系ですね。はい、紫にヒゲがオレンジです。はい、今日はこんな感じで咲いていますが、つぼみがたくさんあちらこちらに出ているので、また明日新しい花が咲いていると思います。それでは5月6日の高崎ジャーマンアイリス園の開花状況をお知らせしました。失礼します。